汚染転がしの航空写真汚染転がし汚染転がし、地図おせ転がしは、千葉県勝浦市の西端から、鴨川市にまたがる、約4キロメートルの崖の通称である。旧国道が崖の中原を通り、古くは交通の難所であったが、現在は新国道が整備され解消されている。古くは、房総東王館の難所と知られていたが、1929年、 汚染転がしの部分を小港トンネルなどで結ぶ鉄道が開通した。その後、汚染転がしの部分を汚染転がし、トンネル、境川トンネルで結ぶ国道128号の振動も完成し、現在は崖の中原にある小道が残るのみとなっている。なお、現在この小道に通ずる道はバリケードで塞がれており、ガードレール等も存在しない。そのため、 滑落等非常に危険であり、逃破は進められない。現在の最寄り駅は、滑川アイランド駅となっている。江戸時代までは、房総半島の東側の集落は、千葉より放射状に結ばれ、海岸沿いに進む道は、感動程度に過ぎず、主要街道としては整備されなかった。明治時代に入ると、波の高い太平洋側は、海運が発達せず、 早くから海岸沿いを結ぶ道が整備された。具体的な開通時期ははっきりとはしないが、おおよそ明治10年代頃であると思われる。1952年に、一家三人の殺人事件である汚染転がし、殺人事件が発生し、被害者がこの崖から投げ落とされた。なおこの時までに、内陸をトンネルで貫き、ショートカットする振動が完成していた。昭和40年代に、 現在の国道である振動が完成し、汚染転がしは交通の難所ではなくなった。昔、この崖の近くの豪族、古戦家にいた汚染という一人娘が名称の由来とされている。汚染は村人を苦しめる強欲非道な父親を改心、させようとしたが、改心は無理と悟り、この崖から身を投げたと言われている。具体的には方作にたくつけて、 年貢の取り分を増やそうとした、強欲な領主に激怒した村人たちが、領主殺害を決意し、父をいさめることに失敗した汚染が、やむなく父の服を着てなりすまし、野衆をかけた村人たちに、崖から投げ落とされた。朝になって、外貨を確認した村人たちは、自分たちが投げ落としたのが、実は汚染だったと知り、嘆き悲しんだ、という秘話である。ありがとうございます。